us all. やりますか。完走。マジで？このセリフ話うめえんだけど。俺しかできないと思ったのに。あーそこでか大慶。セリフハウスがうめえんだけど、こんなうまい人なかなかいないぞ。いや、俺あの人待つわ。5億待ちだな。おい、コンボミスるなこれ。Thank you.
鼻水出てきた。足んねえな、まだまだ。おお、やばい。いい投げ、勝ちに来たか。いや、聞き投げは厳しいんだよ、これ返せねえんだ。マジで勝ち投げきて、終わったか。終わったんなら終わるか。あかん、座り始めてきたな。Thank you.
つときはこんなもんだよな。勝つときは。崩し方だよな。攻撃側にもっとプレッシャー与えないと。終わったか。終わりか。まあいいや、ルテンションタバコ吸ってくる。先ほどの合否じゃないです。対戦ありがとうございました。ありがとうございました。よし。冷蔵庫にブラックしか入ってなかったからブラック飲んでんだけど。これうまいな。向こうもタバコ吸ってるだろうな。ここに触ってくときはあっさり。いや、ここから上げ上げていくよ。なんかもう大体わかりましたわ。タバコ吸ってる間に冷静に分析したらね、もう大体わかりましたわっていう感じですよ。お、来なくなった。ちょい待ち、ちょい待ちね。ちょい待ち。
来ないなら今日は終わりかな。あれ、ごめんね。いや、そろそろ、いや、明日大会だからね、勝ち下がり、はい。一応仮眠だけでも取らないとな。まあ、朝から起きてるわけじゃないから、そんなに一旦あんまり寝る必要はないし。終わったか。折れたか。折れましたか。あるわけじゃないけど、もしくは薬飲んで寝ようかな。寝坊だけは許されないな。かなり優勝候補の一チームだと思うけどね。優勝できる確率結構高いよ。1回戦抜けて 30%、 2回戦抜けて 50% ってとこじゃないですかね。よし、
対ここ9時には出るかな。中野は9時には出ます、大体ね。全然逆方向行ったし、ダメっす。そこでいけるか。まあ今のきついだな。KSK と孫さんの配信どっち優先したらいいですかって。好きな方でいいよ。お好きにどうぞ。だいたい、まあ、結構対応できたかな。まあ、あっちもちょっと垂直ジャンプに対してああいうことやってくるようになったから、また別のことを考えないと。
あ、さて、対応してきたところで5700見えてきましたよ。これは失礼。マジやりかけた。おい、あぶねえ。セビグラバグステがなぜかジャンプ中的になった。立ち見えがなんか興奮するぞ。この中に女子中学生いるっつって、そしたら数人手挙げてんの。ずっと決まったよ。絶対 JC いないです。 JC 絶対いないです。自信持って言える。深夜に風配信見てる女子中学生とかいても、違うよ。きつくねえだろ、お前。好感度高えだろ。女子中学生って言ったら、俺の妹より全然年下だからな。俺の年の半分だ、むしろ。うわ、怖っ。すごっ。なんか、女のおっさんだったか。おい、やって。
ったこれは。これはいった。減るねー。妹は特に似てないっすね。性格は近いんじゃない。なんか明るい、うん、そういうとこはまあ近いかな。人見知り全然しなさそうだし明るいっす。いきなりあいいとか言わないね。私はガチで女です。わかった。信用します。おめでとうございます。妹セリメツ絶対できないな。ゲームやらんもん。漫画は俺の影響で結構好きだけど。まあ言うても俺が持ってこないと見ないぐらい。俺の自分の家に漫画が置いてないとまあ見ないけどって感じ。ジャンプとかそういうのは毎週買ってるわけじゃない。孫好きな女多いぞ。嘘こけや。いねえだろ。妹はねなかなかモテるよ。お兄ちゃん呼んでいい。お兄ちゃん待ってる。ああ何もできなかった。これ今ワンチャンあった。セリって勝ってたよね、さっき。安定コンボ。妹にな、格で仕込めよかったな。ちょっと前になってお兄ちゃんまだゲームやってんのとか言われたからな。セッツ。オタクとか言われるんだけど。でも妹も分かってるみたいで、オタクかどうかは性格次第って言ってたの。まあ、お兄ちゃんはオタクっぽくはないって言ってた。一応。
うだね、学費結構出してあげたな。まあね、いや、オタクがどうか、俺の趣味アニメ漫画ゲームそれしかねえのに、一応オタクっぽくないって言われるよね。気の持ちようなんだな、男なんてみんなゲーム好きだよって言われる。顔は関係ないね。お、もう5700いってんじゃん。おお、来てる来てる。タバコ吸ってから調子いいわ。いや、前捨てまあ状況によりけりだから、あんま対応しないほうがいい。本当にね、その豪気の100機に対する置き詰めを前捨てするタイミングっていうのは難しい。見極めはかなりむずい。いや、妹とお風呂入ってないな。一回目かも入ってないよ。人生で一回も。兄貴は入ってたけど。おい、バカ。よっしゃー、兄貴いるよ。うまい。
マジかよ。正面と見た。さすがに正面なかったか。フェザーガードってなんすかねえ。飛び出してフェザーガードでレオ対応。フェザーガードってなんすか。ただの釣り針？フェザーガードまだちょっと俺レベル高すぎてできねえな。さすがの俺もフェザーガード。フェザーって羽でしょ。フェザーガード。フェザーできなくて6000いけると思ってんの。いやその間の中で孫さん大好きっていうのやめてくんね。脈絡もなく怪しいから。さすがに美味しい。美味しい。さーて、起きてねえわと。フェザーガードとは見えんかな。なフェザー知ってから一皮むけたかな。アホだな。ナルオがよく俺のモノマネしてる。どんな。ナルオと俺なんかね、ナルオの配信をたまに見てると、ナルオの声って俺に結構似てるなと思うな。たまに自分の声と間違えるんだけど、声似てるよね。うん、似てる似てる。地元長地家からな。もしかしたら血繋がってるのかもしれないな。さすがに。ああ、ちょっと。
ああ重なってない。怒られるーってか、うめえよやった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 ごめんごめん。ふんだんに使っていくわ。ナロウが孫にいつもゲーム遊びやってんだみたいなことを言われたってモノマネで言ってた言ったっけかな。言ったかもしんねえな。ゲームは遊びだが遊びでうんって思う時があるよね。上目指せる人が遊んでると。何するんだろうな。楽しいんだけどね。確かに遊びなんだが。おい、やってない。やってないでござるよ。ウルコンだったか。バカ。やる。そうそう、真剣にやるからこそ楽しい。なかなか世の中真剣にやれることって少ないからね。そこまでいいのな。ああ、やばい、忘れた。倒せるかな。なんで。
ず。さあ、来たーこれ。5800見えたで。フェザーやってた。相手も聞いて。フェザーやってたらどうか。まあやってたんかな、ちょっとわかんないっすね。ポーポーポー。ああ、みんな軽足があったらちょっと危なかったけどね。あと1回勝てば5800。数やるとこうなるんだわな、不思議と。こういうやり方であれですから、ストップの時74万まで上げましたから。数やると絶対に負けない。ストフォンの時100人以上とかつったからな、ぶっちゃけ。地方に強いやつって聞いたらとりあえず行ってボコって、その繰り返し。マジ新しい、あり、それありなんだよ。この人マジ硬い。Thank you.
危ねえ、危ない。狙いよかったな。